ね、ゆずみを回って鹿児島に向かっております。いつもの鹿児島です。今日はね、鹿児島でちょっとリフトマンさんにお土産を、頼まれました。さつま揚げをね、頼まれましたね。その代わりね、今度四国に行かれるらしくて、四国のね、うどんをね、買ってきてくれるらしいんでね、めっちゃちょっと楽しみにしております。そんな流れでね、鹿児島のお土産を買うことになりました。さつま揚げをね、買いに行ってきます。行ってきますしか仕事なんですけど仕事のついでにね、行きたいと思います。どうやろな、いろいろあるけんね、どれがおすすめなんやろうか、ちょっといろいろ調べてからちょっと買ってみようかな。でね、先ほどのサソリのやつ、これ、はい、こちら、はい、これね、社長が買ってきてくれてましたレターボックスの中にお土産入れてますということでね、はい、こういうのまあなんかのネタになればみたいな感じでなんかそういうところに行ったんかな、多分もしかすると福岡が大体このね、昆虫食のお店屋さんありますんでね、自販機で買ったんかな、結構いい値段しますからね。いや、ありがとうございますありがとうございます
ありがとうございますなのかどうかわかりませんが、はい。まあね、社長からの差し入れでございました。サソリの差し入れって。どんなの？はい。でね、せっかくね、こうやってね、買っていただいたので、ちょっとネタにしたいんで、妻にちょっとモニタリング、ドッキリ仕掛けましょうか。ね。せっかくなんで。はい。しれーっと旦那がサソリを横で食ってますドッキリちょっとね2人で晩酌をすることが結構あるんでしれーっと晩酌で隣でサソリむしゃむしゃ食べおこうかな。さあどんな顔するでしょうかねどんな反応をしてくれるのかちょっと楽しみです。それをちょっと見ていきましょう。わあどんなんなんやろうかこれ。ちょっとまだ中身見てないけんな。いい、帰りたいと思います。行ってきます社長ありがとうございますびっくりしたそこずっとおった。あ、じゃあ知ってたぞ。あすごい大当たりな観光客の建設店このにぎやすな。逃げてた。ね、大変だねいつもね。うん。いいや。かがない、かがない。私ターって言うの。ターちゃった？あーって言われた。なんでターちゃった？大好きお風呂場ってると珍しく。あ、めっちゃお風呂入ってない。入ってないよ。また入ってない。よかよか。わかったよ。私5分で上がってくるけんね。あ寒いし。シャワー浴びてくる感じ。そうだよ。だって引っこ抜かれたから。かわいそう。えさ。入ってくるね。はい、いってらっしゃい。軽く食べましょうか。こちらに。おつまみ卵焼き。もうね、うん、お腹が痛そうやったけど、お弁当に入れます。あ、食べる？食べるか？食べたいな、ちょっと思えたわけど。
ああ、そうなの。久しぶり。ああ、でもこの前は俺が作ったやつか。厚焼き卵は。お弁当に作ったやつ。毎日の厚焼き卵は久しぶりだね。厚焼きじゃないよ、私。厚焼きじゃないよ。何焼き？だし、だし巻き？うん、おお、いいじゃん。そっちの方がいいじゃん。だし巻きにネギ入れた。マジか。あ、最高。最高やん。かけてる。かけてる。めっちゃ焦げてる。ありがとう。いただきます。はい、はい、いただきます。サクサクッチする。うん、多分下も焦げとるけんよ。下も見せてね、動画で。見せて、見せて、ちゃんと。てん。あ、ちょっと、やるかな。どっちかといえば、うん、上の方が焦げてないけんね。上焦げてないね。そうだよ。黒いね。あ、でも全然いいよ。うん、うん、うまい。ちょっと焦げたんだよ。あ、そっか。卵焼きのフライパンが欲しいな。あ、四角のやつ。うん、あ、もうフッ素が取れてきた。そう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 。あ、マジか。ペチ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 、うん、うん、乳液とかつける。言われるのもするし。サクサクで美味しい。このサクサク感は何やろね。ネギかな。焦げじゃないと思う。ネギは多分そんなサクサクすると思うよ。卵焼き焼き。いや、わからん。うん。いや。ネギやったた？ネギ？な、ネギなんじゃない？え、ほんと？なんかサクサクサクって。いや、食感もあるよ。あ、うん。焦げかもしれない。ネギらしい。ネギかな。ネギかな。もう、だしは何を使ったのかな。だしはね、白だしと、うん、醤油。おー、白だし醤油。砂糖。あ、まあパパは甘いのが好きだよね。うん、うん、あ、だけど砂糖入れたけん多分こう黒だ。そうそうそう、出たよ。うん、砂糖入れると焦げやすくなるけどね。う、うん、もう、もう、焦げてなかった。あ、なかなかね、たまにしか作ってくれんけんね。作ってくれって、そうよ。フライパンがね、もうね、フライパンが新しくなったら毎日作ります。わかりました。フライパン大事かもしれない。あ、まあ、卵焼き、うん、確かにね。
オムライスと卵焼きはフライパンが命よね、うんうんうん、それはある、うん、やっぱ沸騰が取れたらもうダメよね。気合入っておけんね、マジで。なんか気合入っておけんということ。もうやっとつかんごとさ、ずっとしゃったてやるからね。してからね、うん、巻いてからね、巻くやん。うん。入れるやん。うん、反対向くやん。うん、また入れるやん。うん、ずっとしゃったてやるし。ああ。スルーとこさっさースルーじゃないかよね。もう加減。何考えよ、マジで。それは買わないからね。そうよ。うん。乳液とかつけるかもしれない。いや、ペンペンベンチの時が乳液とかつけるとかなと思って。化粧水とかつける？つけたよ。あ、つけたと？つけないでよ、いや。嘘？俺がつけてあげようか。よいや、大丈夫。あ、しょ、なんこれ。どの乳液が使えると？うん。内緒にしとこ。あ、ちょっと内緒なの、うん。うん。でもそこでめっちゃ見えるよ。あれ？あれあれ？うん、内緒じゃないよ。めっちゃ見えおるやん、うん、無印のやつがいいな。ああ、無印のやつね、うん、うん、ごゆっくりすぐ入ってくる。毒針だよね。大丈夫これ、毒針のところ毒ないよね。おかえり。ただいま。今日は冷えるね、珍しく。うん、冷えるね。いただきます。うん、うまっ。なんかつまみはもうないのかな。つまみはね、ナンバいや、俺結構モグモグするタイプで。最高。あ、ありがとう。あ、三つ目くれた。ウビヨシじゃないよ。ウビヨシじゃ。あ、うん。うん。うま。あ、こううまいね。うま。だからパパの、あの、おつまみはちょっとやろうか。何何？パパの。前におすすめするおつまみは、うん、うん、これこれこれ、ミノムシ、よくよくよく観察してごらん。殺したと？ん？殺したと？何を？触ってくれ。
一緒に感じる。やだよ、死んでんじゃん、もう足がいっぱいあるから。あ、まあまあいっぱい足や。あ、足これ、え、なんこれ、グミ柔らかそうに見える。見える。あ、見える。うん、見てみ。いや、それは前がさ、皿動かしたら動くよ。あ、もうだいぶ減ったけどね。あー、もぐもぐしょったん、これか。なんかちょっと思ったじゃん、なんか持っとるなって、うん、あー、そうなん、あ、それ気づいとったの、うん、あ、マジか。え、なんでしょう。当て切ったらすごい。コオロギ。違います。触りたくはないんだよ。なるほどね。それ娘のあ、あ、すりやすよかろ、その辺に鎧置いとったっけ、うん。これでね、明日こうやって目はこうやって深いに頑張ってしよるのは、へへへち見ながら後で消毒しとこうか。なんやかこれ、まあ、ちょっとね、いろんなものがもうパーツが取れちゃってね、もうこんな感じになっちゃってるみたいな感じやけどね。でも虫でしょ。虫になるんかな、昆虫ではない。あ、昆虫じゃないと。あの、部類的には昆虫ではない、種類的にはね。でも見た目は昆虫っぽい。魚？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 もしかして。魚ではないかな。だから面白いね、面白い回答が来るけん毎日好き。あ、そう。昆虫じゃないっちゃろ。昆虫ではないけど、見た目はやっぱ昆虫になるかな。その生物学的には昆虫ではないっていうだけの話でね。あ、難しいな、そのなんとか学とかはね、ちょっとやめてもらって。わかりました、すいませんでした。知ったかぶってごめんなさい。本当よね。この辺とかさ、この辺とかなんか、なんかこうハサミっぽくね。でもなんか私は人が足踏んでるように見える、うん、ほら、これとかさ、ハサミじゃね。ハサミ、ハサミがあるやつ、カニ、うん、カニっぽくものあるよね。カニね。カニではない。ザリガニ。ザリガニ、ザリガニでもない。あ、でもフォルム的には似とるかもしれない。カマキリは昆虫か。あとはハサミがある、ハサミムシとかもあるね。あとは、まあ、ザリガニ、エビ関係はそうね、ハサミあるよね。伊勢エビ、ちっちゃ。子供的な。どんだけ収縮したら。もうちょっともう一回やってみせて、見てごらん。いいよ。胴がちょっと長ひょろくて、ハサミを持っとって、ちょっと裏返してもらってもいい。あ、はいはい、ありがとう、はいはいはい。まあ日本にはおらんかな。オウム。まあ日本中かこの世にはおらんよね。でもなんか見た目的に似てる、うん、オウムみたいな。名前は知っとって、ハサミがあって、うん、外国におるってこと。そう、外国におる。サソリ。あ、本当？え、日本にはなんとサソリって。サソリは日本にいない。はい。サソリです。名前買っとった。サソリでした。今日の動画はね、サソリを旦那が食っていつ気づくか的なモニタリングをやっておりました。気づかんやったけどね。なんかでもね、うん、大きい爪みたいなやつ食べてなかった。大きい爪っていうか尻尾。あ、それか、うん、
爪が焦げしてから待ってる。自分の爪まで軸ってか食い寄ってやろう。あ、違う違う、食べるじゃなくて、うん、あ、自分の爪が焦げして、うん、おいちゃん食うやろうなと思って、あんま気にはしてなかったけど。しかもね、これね、これ自分で買ったわけじゃない。あ、いただいたの？いただきました。あ、ほんと？誰にいただいたんでしょう？職場の人？職場の人。名前出していく？本田さん。あ、本田さんじゃない。本田さん誰？本田さん誰？素源やってするけんからリオが食べるやん。いいやん、リオが食べる。いやね。いやよね、あんこだってめっちゃ目があった今。めっちゃ、うん、多分ないと。社長、正解です。本当です。、はい、そうなんや、社長からでございます。あ、すごい。今年のボーナスやな。爪みたいな長さ、こうやって持っとったのは気づいたんよ。うん。頑張りやか。分からんけど。原材料名、極東サソリ。食べたん？食べた。ああ。見たかった。うん、あ、ごめんね。食べようとか見たかった。あ、な、今度買いに行こうか。いらん。